笠井香カオルは日本のアートディレクター。サンアド取締役副社長。東京造形大学客員教授。北海道札幌市生まれ。4歳で室蘭市に移り、同市で高校時代まで育つ。高校卒業後文化印刷に入社。大谷印刷勤務を経て19、1973年産アドに入社。現在に至る。アートディレクターとして、 サントリーウーロン茶、ソニーのオーディオ、サントリーモルツ、西武百貨店、日本一の市、ユナイテッドアローズなどの広告キャンペーンを手掛ける。CI サイン計画では、セゾングループ、ウラク、IS、つもりちさと、長野県諏訪湖博物館、赤彦記念館など。想定、エディトリアルデザインでは、磯崎新、新た磯崎ワークス30、上田義彦写真集、 フラワーズ、伊藤俊二監修ベルスリンズ・オブ・ジャパンなど。また、1995年には、これ枝広和監督、幻の光映画タイトルワーク及び、広告美術を手掛けた。東京 ADC 最高賞、朝日広告賞、毎日広告デザイン賞優秀賞、二席、富士山系グループ広告大賞制作者賞など、受賞歴多数。落ち着いた式帳に、どことなく、 ユーモアとペーソスを漂わせた作風が特色。未来より見てよかったと思われる CM が良いという立場に立ち、社会性のない最近の CM は幼児化していると批判している。2015年春の放送で四十放送を受賞。同年7月、2020年夏季オリンピック、東京大会の公式エンブレム入選3作品まで残った。ありがとうございます。